はい、ともいたです。今回はちょっとクスコのスタビライザーを前後とこちらリアのスタビリンクですね、車高を落として今万歳してるんで、適正の長さにリンクを短くしてあげるやつで、フロントはあの HKS の車高調にもう短いやつついてるんで、見えるかな、よいしょ、ここにこれがスタビリンクなんですけど、もう HKS の純正の車高調にも最初からついてるんで、フロントはショートに変わってます。はい、でまずちょっとフロントのアンダーカバーとかから取っていく感じなんで、まずちょっとそれ取っちゃいます。はい、で今アンダーカバーが取れたとこですね。クリップネジが3本かな、どこだっけな、これに1、2、3、あとクリップが何個かあるって感じですね。で取れます、よいしょ。で裏から見るとこういう感じで、でこちらが黒い棒がスタビライザー、こっちの足からこうずっと行って、であっちに繋がってるやつですね。車のロールを押さえるやつです。でこれ、このジャッキアップポイント取らないと多分取れないんですよ。でこれのネジがもう1、2、3、4、5、6、7、もう10何個ぐらいあって大変なんですけど、ちょっと今から取っていきたいと思います。じゃあこれからちょっとジャッキアップポイントのボルトたちを外していきます。で14ミリですね。はい、じゃあボルトを外していきますね。よいしょ、映ってるかな。よいしょ、まずは1個目。よいしょ、よいしょ、結構やっぱ下回りなんで硬いですよね。よいしょ、
よいしょ。よいしょ。うわ、ここだけちょっとサイズが違うな。あれ違うな。よいしょ。ここだけちょっと17ミリでしたね。よいしょ。カメラがあってやりにくいな。よいしょ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 。よし、真ん中より半分は取れたんでちょっと省略しちゃいます。はい、今このジャッキアップポイント取れました。これ硬いです。ここの2つがボルトナットで、他ボルトなんですけど、ここだけめちゃ硬かったっすね。じゃあスタビ本体ちょっと次取っていきます。よいしょ。ここも12ミリです。よいしょ。よし。ちょっと反対側もやっていきます。じゃあスタビリンクを取っていきます。で、手前側もこっちも取っていきます。あとスタビを取ります。よいしょ。
今で取れましたスタビが。で、太さも重さも純正と比べるとやっぱり全然違いますね。ちょっと取り付けが楽しみです。はいはい。で、一応今スタビクスコの新しいの本体取り付けて、ここもボルトとあとナット締めて、スタビリンクもナット締めて取り付け OK。 ちょっと下から見てみましょうか。よいしょ。で、下から見るとこんな感じです。で、フロントのジャッキアップポイントもこれもう今つけてある状態です。つけちゃいました。で、ここがナットで、こっちはボルトになってるんですよね。で、こっちがスタビリンク。逆光だな。はい。で、次リアもやっていきます。じゃあリアもまずスタビリンクから取っていきますね。こういう感じです。ボルトナット。で、あとはスタビ本体を支えているところを取っていきます。今両方取り終わったんで、で、ここのスタビリンクのリアラテラル側の方が結構硬いんで、ちょっとなんかで叩いてあげると取りやすいと思います。よいしょ。こっちは取れたかな。よいしょ。ましたね。一応こんな感じで。こんな感じです。うん、やっぱ持った感じはこっちのクスコの方が太いし重いです。うん。じゃあまた。同じ感じで戻していくんですけど、これが新しい方のスタビリンク。やっぱこんだけ短いんで、これ今バンザイしてる状態だったんで、これ短くすることによってスタビの純正っていうか正しいスタビの位置っていうんですかね、にまっすぐになるんで、ちゃんと
いいスタビの動きをしてくれると思います。じゃあつけていきます。じゃあちょっとリンクを今つけていきます。こっちがついたんで、こっち側もちょっとつけていきます。まずじゃあちょっとスタビ本体を通していきます。じゃあ今スタビとスタビリンクが付け終わりました。で一応締め付けトルクが20ニュートンなんですけど、一時締めした方がいいみたいなんで、今ジャッキー馬をかまして、こんな感じでかまして、テンションかけてるんで、これで今20に設定してあるんで締めていきます。これでこれ以上回んないんで、ちゃんと締まってます。大丈夫ですね。これで一応問題ないです。一応スタビのリンクもこんな感じでちゃんとついてます。一応じゃあこんな感じでスタビライザーの前後の交換とスタビリンクの交換の動画を終わります。